259系による団体臨時列車マリンエクスプレス踊り子号が運転されました。JR 東日本は今日17日、最後の旧デザイン、マリンエクスプレス踊り子号で巡る車両センター撮影会ツアーを開催しました。E259 系は2009年に登場した特急型電車です。6両編成22本が空港アクセス列車である成田エクスプレスとして活躍しています。今年春のダイヤ改正からは特急、しおさいでの運用も始まる予定です。これに向けて昨年5月より塗装の変更が進められてきました。新塗装化が進んでおり、現時点で旧塗装の編成はあと1編成が残るのみとなっています。E259 系の新塗装化が完了するのを前に、今日17日は最後の旧デザイン、マリンエクスプレス踊り子号で巡る車両センター撮影会ツアーが開催されました。このツアーは2020年3月まで運行されていた臨時特急列車、マリンエクスプレス踊り子号のリバイバル運転となります。最後の旧塗装車であるクラ NE22 編成が使用され、先頭車両にヘッドマークシールが貼り付けられるなど、マリンエクスプレス踊り子号の仕様となって運転されました。現在は、走ることのない、東海道線の大船駅伊勢に入線し、熱海駅まで走行しました。また、鎌倉車両センターと神津車両センターでは、車両撮影会も開催されました。JR 東日本によると、来月のダイヤ改正までに、E259 系の新塗装化が完了する予定だということです。2009年のデビューから約15年、253系時代から続いてきた成田エクスプレスのデザインは間もなく消滅します。これで2月17日の KAB ニュースを終わります。